今回もご覧いただきありがとうございました。今回の水彩色鉛筆を使ったいちごのイラストの描き方は、私が主催する大人女子の美術部黒豆クラブというオンラインサロンでレッスンした描き方です。来月から新刊絵日記の描き方の本、大人の絵日記術（仮）をただいま執筆中で、あまりにも間に合わないのでいろいろお仕事をお休みし、オンラインレッスンもしばらくお休みなのですが、一つだけやる講座がありまして、はい、今月4月18日日曜日13時から14時、Zoom を使った大人の塗り絵レッスンをさせていただきます。こちらはパナソニックビューティー銀座サロンの企画のため、参加費は無料です。気まぐれ猫ちゃんズポストカードブック、気まぐれ猫ちゃんズの旅日記の中に掲載されている、はい、こちらですね。お風呂のページを水彩色鉛筆と水筆を使って塗り絵レッスンをさせていただきます。塗り絵ブックはこのページですね。そして旅日記がはい、こちらのページがちょうどお風呂に入っている猫ちゃんのページになります。はい、こちらの塗り絵レッスンをさせていただきますので、どちらかお手元にあると一緒に楽しめるかなと思います。イラストを描くヒントにもなると思いますし、大人の塗り絵のコツもレッスンいたしますので、ぜひこの機会にご参加ください。お忙しくて塗ることができなくても、見ていただけるだけでも楽しめると思います。4月18日は Zoom によるオンラインで、参加費は無料です。予約が必要ですのでよろしくお願いいたします。当日はオンラインのレッスンですが、銀座のパナソニックビューティー銀座サロンの会場でも聞いたり見たりすることができるので、もしも会場に行かれた方には先着20名様に吉澤美雪のポストカードをプレゼントさせていただきます。私は塗り絵レッスンの配信のため、残念ながら自宅からの配信になるので銀座ではお会いすることができませんが、皆様はエステ体験とかも無料でできますので、よかったらお立ち寄りください。お申し込みは概要欄または吉澤美雪のホームページにリンクを貼っています。またクラス101というオンラインレッスンサイトで動画を使った LINE スタンプを作る講座を開催中です。こちらも水彩色鉛筆の使い方、アナログイラストからデジタル化する方法、線画からデジタル着色する方法なども学べるレッスンですので、ぜひご参加ください。他にはインスタグラムではほぼ毎日お仕事のお知らせ、イラスト、漫画などを配信していますので、こちらもよろしくお願いします。今回もご覧いただきありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。